東京文理科大学、旧制東京文理科大学は、1929年、昭和4年4月、東京市小石川区、現在の東京都文京区に設立された旧制の、官立大学である。略称は、東京文理大、東京文理大。1929年4月、東京高等師範学校の専攻科を改組して、発足した官立の文理科大学であり、 同様の経緯で発足した広島分離科大学、広島講師専攻科が母体と共に、二分離大として知られる。修行年限3年の分離学部及び、不置期間たる、東京講師が設置された。戦後の学生改革により1949年5月、新生東京教育大学が発足すると、東京講師及び、旧生専門学校である旧生東京農業、 教育専門学校、旧制東京体育専門学校、同と共に、同大学に包括されて素文学部、理学部などの構成母体となり、1962年廃止、その後東京大は、筑波大学に改組され現在に至っている。同窓会、病警会は、東京講師などの旧制前進校、東京大、筑波大の共通の同窓会となっている。 旧制東京文理科大学は、1919年、大正8年頃より始まる東京高等、師範学校の大学昇格運動を背景に、1923年に、同校に、設置、1911年、明治44年されていた、講師卒業者を対象とする専攻家、教、年限2年を大学に改組する案が議会を通過し、同年の関東大震災に伴う延期を経て、 1929年、昭和4年大学令に準拠する、旧制大学として設立された。分離大設置をめぐる、政府、議会の審議においては、同じ東京府下に、東京帝国大学が存在することから、講師がストレートに大学に昇格した、市範大学、教員要請を目的とする教育大学なのか、講師とは、相対的に独立し、研究に重点を置く。 管理スタン大学なのかが争点となり、結局校舎の案での新設が実現を見たという経緯があった、この天堂時期に発足した東京商科大学、旧正専門学校である K 校章が大学に昇格。現、一橋大の前身とは異なる。分離大には、分離学部一学部のみが置かれて教育学科、哲学科、史学科、文学科、数学科、科学科、 生物学科、地理及び地質学科より、高精査、他に研究科、専科などの過程が設置された。大学設置の母体となった東京講師は廃止されることなく、不置機関として存続した以上の事情は、広島分離大と広島講師の関係においても、同様であ。また、東京講師の同窓会、病形会を継承し、講師と共通の同窓会とした。 しかし分離内は、設立後間もなく、深刻化した大教皇に伴う財政難に際して、しばしば文部省サイドからの廃止論にさらされ、また従来通り教員要請を主体とする教員と、大学での研究活動に重き置く教員との対立が生じることとなった。1930年代、臨海実験所、高原生物研究所などの付属研究施設が整備され、また、 大塚市学会、大塚地理学会、団体、名の、大塚は、大学の所在地に由来するノウな研究団体が、発足して、研究活動が本格的展開を見せたが、一方で、研究重視に不満を持つ東京講師、病警会は、分離大を、フランスのエコールノルマルをモデルとする、市販大学に改祖するべく運動を起こし、分離大との、対立を深めた。 戦後の1948年、下村虎太郎教授の起草とされる分理科大学宣言が発表され大学再建の方針として人文科学と自然科学との真の総合大学たるのみを挙げ、中略教養人としての教師を打ち出すとが掲げられると、戦前以来の分離大と講師、病形会との対立は再燃することとなった。そして学生改革において、 東京分離大及び東京講師が教員養成を中心とする旧制専門学校である東京農業育専門学校、東京体育専門学校と合同し新生大学が設立されることが決定される過程でこの学内構想は一層複雑化した。分離大が一般教養と教職的教養を両立する分離科大学構想を掲げのに対し、 高志川は新大学を教員養成の最高機関とする教育大学構想を打ち出し両者ともに譲らなかった。結局、農協戦、大戦と連合した高志川は新大学の名称を東京教育大学とすること成功したが、新大学の運営は文理科大学の教授陣によって独占されることになった。こうして東京教育大は、 内部対立を抱えたままた難な,なスタートを切ることとなった参照。東京教育大学発足により、同大学に包括された分離大は、1953年、最後の本科卒業生を送り出し、閉学したが、制度上はその後も、学位授与機関として、形式的に存続し、名実ともに廃止されたのは1962年で、 歴代の東京分理科大学長は付知された東京高等師範学校の校長を兼ねた。1929年設立時の東京分理大のコーチは母体となった東京講師と同じ大塚。当時は東京市小石川区大塚久保町。現文京区大塚三丁目に置かれ、そのコーチは高新行たる新生東京教育大学の本部、金髪として継承された。 同キャンパスは、東京大の筑波大学への改装以降、筑波大の東京キャンパス、大塚地区として使用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。